はい、こんにちは。えー、c f ネッ t 名古屋社、浜田康之です。私の YouTube もですね、2週間に1回ぐらい流していただいてるんですけども、回を重ねてきまして、キャッシュフローツリーですね、それをちょっとシリーズでですね、少しずつご紹介させていただきました。 今日はですね、最後ですね、DCR というですね、安全性を見る指標のですね、ご説明をしたいと思います。あちょっと時間が空いちゃってるんですけどもね、私はコロナの影響でですね、体の方が横にどん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 ね、成長してきてですね、鎌倉のこのスタジオに来ますとですね、どん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 ,どん機材がですね、進化していってですね、 今日はこんなマイクまでつけていただいてですね、ちょっとアナウンサー気分でですね、ご説明したいなと思います。それではですね、前回からの続きでですね、まず不動産投資でですね、キャッシュフロー3を作りましょう。 潜在総収入を入れ込んで、弊社の都内でしたらまあ2、3%ぐらい、横浜、川崎でと3、4%ぐらい、まあ、名古屋だと大体6%パー、7%とかですね、ちょっと地方に行くと大きくなっていくんですけども、その辺空室率を差し引いた実行総収入、EGI を入れて、運営費ですね、まあ、例えば区分とかでしたら、管理費、修繕積立金、固定資産税と、あと、賃貸管理費等がございますね、それを差し引いて、ネットの収入。 から、ああ、売り出し価格を出すと、まあ、ネット利回り、なんていう形を言いますね。私どもの方はですね、なるべくキャッシュフローが出るようにですね、ローン、融資をつけて買っていただくということが多いので、まあ、大体返済額ですね、ADS。こちらを差し引いてですね、税引き前のキャッシュフローが出ますと。で、一番最初は FCR のご紹介でしたね。FCR は実質の利回り。で、その後は K%。K% トというのは、ローンの金利のコスト。 ですね、そして CCRCCR は自身が投資した金額のリターンを指す指標でした。今日は DCR の説明です ですね、毎回こちらの方を出しているんですけども、こちらの1から9まである中のですね、今日は5番のこの DCR というですね、負債支払い安全率、こちらをですね、出していただく計算式をですね、覚えていただければなと思います。これね、デッド・カバレッジ・レッシこのローマ字で書こうとするとですね、我々は、我々というか、私は言わないんですけど、英語ではあまり言わないんですけど、レティオって言うんですけど、書くなら、レイショー。 と書くのが正しいでしょうということでした。で、デッドっていうのは借入金と。で、カバレッジっていうのがですね、範囲をね、指します。で、レッシュっていうのがですね、比率割合ということを指しますで。まあ、簡単に言いますと、負債の支払いの安全率、安全を確認する指標ですよと。金利上昇や賃料下落がですね、折り込んでですね、1.3を超えるのが安全性ですよと、弊社の方ではお客様にご提案しております。 この士やですね、他のコンサルをされるところなんかは、まあ、1.2あればなんていうところも多いみたいですが、弊社は大きめのリスクを見て、1.3を超えるようにですね、お客様にはご提案しております。そしてこの DCR ですね、が1を下回るとですね、それは破産を意味しますよということのようですね。なので、DCR が1を切らないようなですね、不動産投資をされるのが望ましいでしょうということ で、DCR の計算式は NOI ですね。ネット収入から ADS、年間の返済額を割り戻した数字という形になりますね。で、えー、ちなみにですね、前回からやってます区分を例えに出しました。えー、価格1150万の区分マンションね。消費用が約100万円かかったとします。そうすると、まあ、キャッシュフローね。先ほど見ていただきました GPI が81万6000円。空室率があそこから約5%を見込みまして、マイナス4万800円。 で EGI ね実質の収入が77万5200円ペックスね運営費が GPI の約15%を見まして12万2400円とそうしますと NOI ね実質の利回りの数字65万2800円が年間の収入そして、えー、年間のローンの返済が45万飛び444円ということになりますねこの NOI5 番から6番のローンを 終わり戻すと,という形になりますので、こちらの DCR の計算式は NOI5 を割る ADS6 と、そして65万2800円割る45万とび444円は、ということで1.44。この DCR はパーセントではなく1.44倍という読み方をします。DCR は1.44なので、弊社でお勧すすめする数字は1.3。で、1.3より大きくなってますので、これは安全性を十分 見込んだ物件ですよということが言えますね。で、前回からやってきました、こちらの物件に関してですけども、借り入れの方をですね、35年で見た場合ですね、K% が4.29でした。で、FCR 実質の2回りが5.22でした。そして、自己資金を突っ込んだ返金の CCR が10.11。K% よりも FCR が大きくて。 fcr よりも ccr が大きい。まあ理想的なレバレッジ効果が効いた物件ですよという指標になります。こういった形でですね、弊社の方はお客様の方にご紹介をして、一緒に勉強していきながら物件を購入していただいております。なので、この youtube を見ていただいた方はぜひですね、キャッシュフローを 作れるようになると、不動産投資の心配事がですね、一つ解消されるんではないかなと思います。で、例えばですね、よく初めての方だとか、金利が気になる方が結構いらっしゃいますしてですね、金利さえ安ければいいんだという方がいらっしゃいます。前々回の K% の時にもですね、お伝えしたんですが、金利が安いだけではキャッシュフローは出ませんよと申し上げたんですが、まあ、今回ですね、ABCD と一度ちょっと計算してみました。 え、金利が1%の場合で、期間が10年だった場合、この借り入れは1,050万を借り入れた場合ですね、年間の支払いがですね、110万円ほどになります。そうすると先ほどのですね、NOI 区の返済を割り戻すとですね、DCR が0.59ですね。これ一つしか持ってないとですね、大変なことになってしまいますね。で、例えば、110万円年間、これを月に直すと9万1000円になるわけです。 そうするとですね、一生満室ということはありませんので、空室になった時に管理費修繕積立金、まあ約1万2千円もしかかったとします。そうするとですね、月額のですね、負債がですね、10万3666円になります。私でしたらですね、もう生活ができなくなってしまいますのでですね、金利が安いからといってですね、こういうローンの組み方をしてしまいますと、空室になった時はですね、非常に困りますよ、ということが言える。 そしてですね、まあ今回 C プランのですね、金利1.875で期間35年、そうしますと年間41万円の支払いになりますので、DCR は1.59になりますね。まあそうするとまあどうでしょう、月1万から1万5千ぐらい、 手残りりになりまますすすのでで年間ですね12 15万万から15万ぐらぐい残りますそうしますとですね、1ヶ月の返済がですね、3万4千円ぐらいになりますので、管理費修繕積み立て金がもし1万5千円かかったとしてもですね、5万円になります。そうしてますとですね、5万円。うーん、そうですね。単身の入れ替わりがですね、全国平均でですね、1年と10ヶ月。 と言われてますので、22ヶ月住んでもらいますとですね、1万円だと22万手残りがストックできてますので、空室がですね、3ヶ月、4ヶ月近くですね、もしなったとしてもですね、自分の持ち出しすることはないというですね、不動産投資になりますんでですね、金利の面とですね、この DCR、ね、返済の安全性を確かめる指標はですね、ぜひ頭に入れてですね、 不動産投資をやっで、またですね、個別相談をやっておりますので、私、名古屋にいますので、この辺にね、名古屋の問い合わせ先を出していただきますのでですね、お問い合わせいただければですね、時間の許す限り受付をさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせいただければなと思います。 また、随時ですね、物件下見のですね、フィールドワークセミナーというものもございますので、こちらは会員さん以外の方でも参加は可能ですが、有料になっておりますので、その際もですね、直接お問い合わせいただければ、何かサービスができるかなと思っておりますので、ぜひお問い合わせお願いいたします。ありがとうございました。